はい、どうもこんにちは、太郎です。今日はシノアリスコラボのジャンルのガチャをやっていきたいと思います。シノアリスとコラボしちゃったね。やばいっす。アリスとスノーが欲しいな。可愛いからね。で、50連します。いきます。コンプしたいな、でも。第2弾来るかな。他にも魅力的なキャラがいっぱいいるんでね。お!X 来た!頼む!アリス来い!この野獣に何か用か?野獣!違う!我が名はアーサー、ブリテンの王である。マジか。マジか。アーサー嬉しいです。え?アーサー来ちゃったか。やばいな。てか、提供割合見よっか。っていうか、っていう、あれも、あれだけど。確率どんぐらいになってんでしょうね。はい。ガチャの確率でございます。星5確定値が ?7。約 7% ですかね。1、2、3、4、7、28。だいたい 30% ぐらいの確率ってことかな、これ。ピックアップ確定時の提供割合は、まあ、25% だよね。だからまあ 30% ぐらいの確率で、確定時に、コラボやつが出ると。了解。オリジンはないんやね。いやー、マジ欲しいぞ、1体ぐらい。いけます。はい。20連目ですね。おムフフフフ。ん?シェイン?シェインか。なんだろう。お!ロビンに反応したか?はい!だよね。基本的にアタッカー、ヒーラー、アタッカー、でしょ?ディフェンダーだから、シェインじゃないんだよね。うん。よし、じゃあ行けます。あと13回で星5ヒーロー確定やからな。はい!赤。なるほど。X 来た。X はね、熱いぞ。頼む。はい。野暮な男に嫌われるのよ。猫。猫夫人。なんか星5いいな。おい。なあ。来ない。確定時にしたかったよ。これラスト10連ですかね。行きましょう。うわぁ、マジか。あ、ん?待ってよ、ラスト ?20 連か。20連引きます。優勝も引くぜ。猫かー。はい。いや、マジコラボヒーロー一人ぐらい。シェイン。シェインはダメだって。X がいいなぁ。来てくれるなら。はい。あの赤二つ。どうなる?最後。うん。神。あと13回。ちょっと優勝もかなり混ざってるんですけど、引きましょう。引きます。せーの。はい。頼むよ。やるわね。レイナか。シンデレラがヒーラーだっけ。はい、うん。ありがとうございます。いやー、よかった。とりあえず一人出たわ。はーい。オッケー。うん、とりあえずね、コラボヒーロー一人、ゲットできたので、よしとしましょう。タイムセール引こっか。なんかね、石、何個だっけ ?3000 個で、コンプしたっていう人がいましたね。はい。よっしゃーよっしゃーと。かずけんちゃん来い。私の邪魔しようってわけまあ、そう上手い話じゃないですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、お試し後でやってみようか。当たったシンデレラから。灰に埋もれさせてやるよ。お、本が浮いてる。なんか、殴ってる。この攻撃の範囲が、結構広いっすね。あの、カオスアリスがさ、この、めっちゃ先っぽまで伸びるじゃん。あんな感じ。行くよ。
こういう感じですね、普通攻撃は。行くよ。行くよ。最近さ、この本のさ、ヒーロー激戦区だからな。覚え効果ですかね、いいっすね。切り替え技は？ザコはどうきな？回復。すげえ。何？2回目のさ、攻撃はまた移動するの？敵の下で攻撃して、あ、ランダムかなこれ。どういうこと？なんかカオスジム君みたいな、ああいう印象ですね。いいざまだなぁと。やっぱシンデレラって何？氷効果なの。はい。面白いね、なんか下から突き上げるからさ、ブンブンもやらせる爆発効果でしょうか。やるね。チュッ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 ジャック。いけなんか歩くスピード速くない？気のせいかな？行くよ。かっこいい。じゃあアリス使ってみましょうか。あなたたちには消えてもらう。かわいい。切り刻む。おお、声がいいね。切り刻む。動きもなんか片手剣っぽい感じで。切り刻む。1、2、3、4、5。切り刻む。必殺技は？私は懺悔の血。うん、飛んでった。いや、威力高いな、これ。1レーンですね。私は懺悔の血。何、ピヨったりするんだ。私は懺悔の血。根元で食らわせた方がダメージがでかそうですね。根元なら倒せるみたいな。切り刻む。ちょっと離れてたら多分倒せない。当たり方かな。切り刻む。私は懺悔の血。もう一回言って。私は懺悔の血。ん？私は懺悔の血。十分食らわせてるな。もう倒せなかったって言ってましたもんね。私は懺悔の血。当たり方次第じゃ倒せないみたいな。倒した。あ、もう倒しちゃった。同情などし。早い。スノー行きましょう。スノーね、フレンドさんが使っセットしてくれてるのを使ってみたんだけど、強かった。この戦いの先に正義がある。普通に強かった。必殺技がね、よき。蹴散らす。おお、かっこいいね。この最後の攻撃好きよ。この感じ。切り替え技は？おー、体験って感じだよね。しょ。オッケー。じゃあ必殺技。ああ、ほら、この周りに。自分の周りが強い。バルシオ、あなたに勝利を捧げます。じゃあ最後赤ずきんいきましょう。暴力。ねえ、何して遊ぶ？刺し合い？殴り合い？いやー、ぶっ、怖い怖い怖い。ほんとね、シノアリスの赤ずきんは怖いから。もっと傷ついて。いいっすね。あの、土にしては、何、手数が多い感じがして。カオス、白雪姫とかも多いよね、手数が。切り替え技は？おい！いいっすね。すげえ殴るんだけど。
やけどの効果があるね。必殺技どんなんなんだろう。離れたとこから打ったら、あ、距離は狭いけどって感じか。上まで届くのかな。2レーン、3レーンか。ヒット数多くない？この必殺技。よき。力破回復もあっていいよね。ヒット数多いよ、やっぱり。最近のさ、あの、ハロウィン猫ほどじゃないけど。おばあさんちはまだかな？はい。ということで、シナリスコラボガチャ、50連させていただきました。いやー、皆さんは何が当たったでしょうか？思いしすっからかんなんだけど。なんかね、まさかコラボするとは思わなかったんで、第2弾来るかな。他にもね、シナリスにはね、魅力的なヒーローがいるので、第2弾も楽しみにしてます。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。また良ければ、ご視聴お願いします。ではまたね。バイバイ。